こんにちは、司会師の遠山です。前回の動画でですね、ナソロジーとかオクルージョンという話をしましたけれども、最初ですね、そのナソロジーは研究チームだったというようなことを言いましたけれども、どういうことかということですね、そういった話をちょっと今日また触りだけしたいと思うんですけれども、ナソロジーはですね、それまで縫合とかですね、そういったことに関しては、やはり治療がですね、フルデンチャー、コンプリートデンチャーですよね、そういった葬儀紙を作るための、要は口腔内から外に取り出して、作るので、より精密なというか生体に近い、縫合器だとかですね、そういったような、人工紙であったりとか、そういったようなことが考えられたわけなんですけれども、じゃあ有志学ではどうなんだっていうことで、ナソ、顎ですよね、それを掛け合わせてですね、生物学ということで、ナソロジーがどんどん研究されていったわけなんですけれども、その中でですね、やはり、あまりですね、確定的ではないんです。今までこそナソロジーっていうのはこうだとか、すごくこう企画ができているような感じがしていますけれども、実はですね、なんと最初はですね、そのナソロジーもそのマッカーラム先生たちがですね、始めた頃は有志学に対してフルバランスオクルージョンを与えていたんですよ。フルバランスオクルージョンというのは、葬儀師だとかそういった時にですね、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、速報とかですね、滑走運動した時に全視野が接触滑走するというようなことなんですけれども、天然死においても最初はそれをやっていたんですよね。で、やはり指標がないので、今までそう言って言われていたことをやっていたわけなんですが、やはりそのナソロジーの四天王であるですね、の一人であるスチュアート先生とかですね、スターラット先生が臨床の中で、スチュアート先生はですね、科学者のような人であったようなんですけれども、臨床をしていく上でですね、やっぱり矛盾が生じる、うまくいかないと、補鉄物があまりですね、うまくこう機能しないというかですね、そういったことをがあるということをたくさん報告したわけなんです。で、その中でですね、なんとですね、今では当たり前なんですけれども、検視誘導、いろいろなサルというかですね、エンジンというかですね、そういったようなのを見て、九死にはこう摩耗がない動物がいるとかですね、そういったのを見つけ出したディ・アミコという先生がいるわけなんですけども、そういったところから K9 ガイダンス、カスピットライズとかですね、いろいろ呼ばれるようなですね、検視誘導という考えが出てきたわけなんです。要は速報運動とかですね、そういったした時に検視でガイドをさせることですね、検視でプロテクトするんですよね。そういったことを行うことによって九死が守られるというような考えに至ったんですね。ですからナソロジーといえどもですね、最初スタートは本当に手探り状態であったということなんです。ですからフルバランスオクルージョンで天然死をやっていた時期もあるということなんですね。その中からいろんな研究をしていって、いろいろな発見、実際の臨床の、データ等々も元にしながらだんだん積み重なってきたものということですね。ですからナソロジーイコールですね、どんな噛み合わせとかではなくて、ナソロジーっていうのはそういった研究をしてきた、積み重なったその学問であるということなんです。ですからそういった歴史的背景をやっぱり踏まえてですね、新しいことを聞いた時には、それがどういった歴史的背景で生まれてきたかということをよく考えるとですね、それが臨床に本当に即しているかどうかっていうのがはっきりと分かってくるんじゃないかと私は普段思っております。またこういったことをまた続きで細かくですね、小さい話としてちょこちょこ話していければなと思っておりますので、どうぞ皆さんお付き合いください。遠山でした。